right. この戦は武田の負けじゃ。見たか見たぞ。世に砥石崩れと言われるこの戦いは、晴信にとって初めての屈辱的な敗北であった。越後の虎長尾景虎はこの時23歳であった。以後15年にわたって北信濃川中島を舞台に、両者は地望と力の限りを尽くして戦うことになる。関東制圧にかかりきりと聞いておりましたが、なぜ襲ったかを今ならば。影虎は自らを毘沙門天の権化と信じ込みおるとか。親方への勝負、正面から堂々と挑んでまいる所存でございましょう。舌触り。ご妻女、まこと真田殿のしなべは天下の珍味でござる。主人がこの冬必ず山本様がお見えになるはずだと申しておりましたので、いつでもお出しできるように用意しておきました。さすが真田殿じゃ。わしが来るのを読んでおられたとは。砥石崩れから半年、そろそろ動き出される頃合いかと。兵衛梶海地、土産の品をこれ。中金一貫目でござる。武田殿は評判通り気前の良い御仁のようじゃ。真田殿をぜひにも家臣として召し抱えたい、そう望んでおられましてな。お主の誘いとあれば無下に断るわけにもいくまいらの。砥石を落とさねば信濃は取れません。そのためにもぜひともお手前のご助力を。なぜ来たの？お主何故この砦に？安土は私の妹なのです。宗門様は御妻女も伊豆名一族とお聞きしておりましたな。いや、これはまことくしきご縁じゃ。して安土殿、これなる和子は？
諏訪頼重様とねね様の忘れ形見虎王丸様です。そうであったか。虎王丸様にはご無事にいましたか。案じておった。よかった。誠と安土が生き延びたのは勘助殿の情けある計らいのおかげであったそうな。わしからも礼を申す。いや、わしが安土殿に太刀打ちできなんだまでのこと、何しろ安土殿は女子ながらこう言うゆえ、安土はもう二度と武田には帰らぬと申しておる。まことか。はい。勘助殿、安土を妻にもろうてはくれぬかな。何と申された。安土は一人の女子に戻り、和子の母として生きていくと申しておるのだ。安土はまだ年若く、このまま山里に埋もれさせてしまうにはあまりに惜しい。お主と夫婦になれば、知恵を兼ね備えた和子の良き兄弟たちも生まれようぞ。お待ちくだされ真田殿。虎王丸君は武田家にとっては未だにお尋ねの身の上、わしに主君に背けて申しとるのも同じでござるぞ。いかにも。そらしきのことで臆するお主でもあるまい。そうか。勘助、真田一族は相手が誰であろうと、その野望に組みして総区とはなるまじく、一族の出所進退は風の向くまま、気の向くままじゃ。こたびは武田家のためではなく、お主のために合力いたすが、一貫二貫の小金では動かぬわ。もっと重いものをわしに背負えて申されるか。安土、お前にとっては一世一代の恋じゃ。勘助殿は弁舌巧みゆえ、口車で逃げられぬようにの。寝雪になると長い冬が来るのですね。そしてようやく雪解けの春を迎え、暖かい日の恵みに喜んだかと思うと、また戦が。その頃良い知らせがあると嬉しいのだが、わしの日の恵みはそなたが宿す子供だ。私もそう願っているのです。でも心配です。男の子が生まれたら、三条の方には後継ぎの太郎義信様がおられますから。三条は心の狭い女子ではない。人の心は変わるものです。とりわけ母の身となると。そんなに心配なら女子を産めばよいのだ。私は男の子が欲しいのです。困ったな。それは武田家と諏訪家の血を引く子を産み、あなたの後を継がせたいのです。鈴、私が何を考えておそばへ参った、これでお分かりでしょう。あなたの父上はご次男の信繁様に後を継がせようとなされて、お家に騒動が起こりました。このような内輪の揉め事二度と起こしとうないと思われるならば、今のうちに私を遠ざけられた方がよいと存じまする。どうせ囚われの身、たとえ死を賜っても仕方ないのですから。それがそなたの復讐というわけか。構わん、好きにせ。わしはそなたを離さん。男の子ならば後継ぎにしてくださいますか。後継ぎは太郎だ。わしは親父殿とは違う。筋目は曲げん。では子は産みませぬ。産むのだ。嫌です。産むのだ。嫌です。鈴、
なされましたか。子供が、子供が。奥方様、今日の夢を見ました。それも悪しき夢を。ラジオ門の鬼が太郎とお玉を去ろうてゆくのです。お疲れがご神器にたまっているのでございます。とあの諏訪の女子のせいでございますよ。あの者が来てからというもの、召使いは怪我をするし、私なども背中のお出来がどんどん大きくなるばかりで。おくら、殿様も殿様でございます。諏訪と申せば武田家に滅ぼされた家ではございませぬか。またあの女子とてお腹の中で何を考えているか知れませぬ。殿様はきっと何もかも分かっておいでです。でもあまりといえばあんまりな。私は幸せです。この山国に嫁ぐと定められた時には一生ただの生き人形で過ごそうと心に決めていたのですから。翌年、春信は大軍を率いて再び信濃に侵攻した。武田め、証拠に物をまた来おるか。思いのほか早うございました。しかし小笠原殿、笠原殿、高梨殿、高藤殿の軍団、すでに上野原に向こうております。数においてはお味方に利がござりますれば、この度は城より打って出て野戦に及ぶのが上策かと。待て、野戦になれば武田には騎馬軍団がある。この城にこもれば馬も使えず、たとえ10万の敵が押し寄せても恐れることはない。さりながら籠城となれば敵も策を用いてまいりましょう。城内の食料水には限りがございます。敵が兵糧を攻めに来ればしめたもの。城を囲んだ敵の背後を上杉勢につかせるのじゃ。藤兵衛、直ちに使者を越後に立たせよ。あと30軒で本丸の裏手に届く。それにしても山の土手っ腹に穴をえぐるとは、途方もない思案をするもんじゃの。どうさなどど、士官の話どうしても気が進まぬか。主取りはせぬ、それが長生きの秘訣よ。お主も無理をするな。もう独り者ではないのだから。もしのその気になれば一国一城の主になるよ。頭、水路にぶち当たったのだ。七番遅れて後ろに抑えろ。節制だろう。しばらくなくなった。それにしてもかようなところでお目にかかれるとは。いや、それがしの方はいつも陰ながら武田様の戦ぶり見せてもらっておりました。あれから十幾とせ、まことに見事な御大将ぶり、うたた感無量でござる。何の何の、これまで生きながらえたのはひたすら天運に恵まれたまでのこと。して節制殿、この度は我らと共に参られる所存でござるか。いや、実は再度の砥石攻めを拝見いたそうとこれまで参ったのでござるが、
途中聞き捨てならぬことを耳にいたしましてな。と申されると？越後の長尾景虎が鎌倉鶴岡八幡宮にて上杉憲政殿より関東官令職を譲り受け、上杉謙信と名を変えた由にござります。景虎が関東官令に？確かでございますか？我が手飼いの草よりの知らせゆえ、まず間違いはござらん。関東官令職と申さば、足利将軍より任じられし関東の総大将、その上鎌倉で官位を受けし上杉謙信、源頼朝公の後を継がんとの気概。我が主君今川義元にとっても新たな脅威でござる。邪門天の再来と信じ、戦場においてはあたかも天魔に打ちまたがるのごとく神出鬼没。その上上杉の宗家を継いた今、謙信は10万の兵も動かしましょうぞ。節制殿、謙信は必ずや我が手で討ち果たしもと、さよう今川殿にお伝えたされ。おお、さりとは頼もしきお言葉じゃが、武田様、そのためには土井市場を落とし、一日も早く信濃を御手に入れることが肝心でござります。あと2日にて武田勢は陣を張って2日になりますが、一向に動こうとはいたしません。お味方がじれて動くのを待っておるのでしょうか？上杉の動きを警戒しておるのじゃ。武田晴信というやつ、存外小心者との風評がある。こうなれば根比べじゃ。
りやす真田党の王さん行きたかこののぶせりめが食らえ待ち申しておりました村上義清殿の印何卒ご見分よし出ました那助この度の手柄その方が第一じゃどうせながら全ては真田幸高殿の手柄にございます幸高はどこじゃこれ呼べそれがもうここにはおりません何真田一族は何人にも使えぬそう申しまして憎いやつめ那助何とかならんか無理でございましょうなこの乱世にも妙利に走らぬ武士もおるのですそう聞けばますます欲しゅうなるが人じゃこれからの戦勝ち抜くには何としても良き家来を集めねばならん親方、うん、光月より物見の知らせでござる上杉謙信光月武蔵の全軍をお前橋城に集め急ぎ越後に鬼人の構えとのことおそらく信濃での異変を察してのことと思われます謙信ただいま帰城いたしましたこたびの戦寛霊様も山城殿も大変でございましたねさよう殿の獅子奮陣の働きぶりこちらはご覧の通りの老体ゆえもはや腰がガクガクしておりますまいさ寛霊様これお直りなされませあ山城殿も遠慮のかたじけのうござるそれがしかこれはこれは美しいお方でございますな戦闘員様どちらのご息女でございますか畠山義政殿の娘子で加納殿と申されますおお畠山殿のそういえば最地美貌を兼ね備えたご息女の噂耳にしたことがございますわいいかがでございますか殿なかなか良い娘子ではございませぬか山城疲れておる割にはようしゃべるのは山城殿どうやら苦心の計略見抜かれているようですよはよっこれは一人計略などと殿それがしは決して姉上と話がある従って休んでおれはあしかし心外でございますな計略などとお分かりでしょ寛霊様みんな心配しているのです寛霊様がなかなか妻をめとろうとはなさらぬものですから
跡継ぎなら景勝がおります。寛霊様のお気持ち、亡き夫も草葉の陰でさぞかし喜んでおりましょう。でも家臣たちは寛霊様ご自身のお子を若君として迎えたいのです。私は生まれてすぐ母を亡くし、姉上に育てられました。幼い頃から妻にするなら姉上のような女子と心に決めておりました。今となっては全ての面で姉上に勝る女子が現れぬ限り妻はめとりません。そのようなことを言って私を困らせて。本当は足手まといが煩わしいだけなのでしょ。そういうことにしておいてください。大噂ではすぐ信濃に向かわれるとか。はい。武田晴信というお方、なかなかの戦上手と聞いております。でもあなたなら打ち破るにさほど苦労はなさらぬでしょう。その後はいよいよ京を目指すことになりますね。申しておきますが、天下人となれば一人身では済まされません。分かっていますね。もし生きておれば。不吉なこと。あなたは武田殿との戦をそれほどまでに。初めて恐るべき敵に出会いました。それだけにこれからの合戦楽しみです。殿御というのは戦となるとどうしてそのように目の色まで変わるのでしょう。本当私たち女子には分かりませぬな。中島は千曲川と犀川の合流地点に広がる肥沃な平地帯で、信濃制圧を目指すにはどうしても抑えねばならぬ最重要拠点であった。武田晴信と上杉謙信は図らずもこの川中島を挟んで対決することになった。上杉謙信率いる越後軍は信濃諸侯の軍勢と合わせて約8000。武田晴信率いる甲州軍は約10000。戦国史上最も有名な川中島の合戦は以後12年間五度にわたって繰り返されることになる。この先の谷に待っちょる。花！お花さん！お花さん！小崎さん、逃げてくれ。何を言ってんじゃ。見つかったら
打ち込みじゃ。時給金なら早い稲を借りれんと立ち腐されてしまう。それにおころさんの病は重いし、子供に手はかかるし、わし一人じゃもうどうにもならんのじゃ。誰ぞ手伝いおらんのか。村は女子と子供ばっかりじゃ。それにの、俺ハヌにはまた生まれるんぞえ。当時はほとんどが反応反平であったから、田植えや稲の借り入れ時になると兵たちは皆野良仕事に戻らねばならなかった。このことが川中島の合戦を長引かせた大きな原因の一つであった。いける。上杉との合戦、このままでは拉致がかん。根本的に戦術を改める。北国街道は間もなく雪で閉ざされるゆえ、謙信もおそらく数日のうちに越後へ退陣するであろう。団長、お、その方この地に残り川中島に城を作れ。川中島に城？そうだ。千曲川の東、川中島を一望の視点に城を構えるのだ。必ず春までに築き上げよう。心得ました。助け。あ、上杉家には謙信の元にあるを不足とするものが少なくあるまい。餌を撒いてみよう。承知しました。我が軍は上杉勢に比べ国元より道のり遠く、兵馬両末の補給に不利がある。甲斐から信濃へ最短の道を切り開かねばならん。勝負は3年先が目途じゃ。私の嫁とそちの兄頼重殿が取った。この城の主にふさわしいなとは思わぬか。ではこの城を。うん、いずれは信濃の国主ともなるほどに育ってほしいものだ。その言葉、兄も草葉の陰でいかほどか。さあわしにも抱かせてくれ。なかなかじゃ。よう飲むのですよ父よ。お顔立ちも父上に似てとても凛々しゅうあらせられます。きっと視界にとどろくような立派な若武者におなりでござりましょう。そうか、視界にの。よいか勝頼、もしわしにできぬときはそちがこの手で天下をつかむのだ。わしを超えよ。よいな、必ずやわしを超える大将になれ。殿様は上杉との戦を口実にもう長らくこの館にはお戻りになりませぬ。きっと諏訪の女子が無理やり引き止めているのでございますよ。漏れ聞くところではあちらのお子に殿様は御自ら勝頼と名付けられたとか。奥方様、このまま捨ておいて万一若君太郎慶喜様のお立場が危うなるようなことになれば、それこそ取り返しがつきませぬ。殿は御旗立てなしの前でしかと世継ぎは慶喜と申されたわ。あれから5年も経っておりまする。殿方の心は秋の空と同じでいつ変わるやもしれませぬ。それにあの諏訪の女子は恐るべき魔性にござりまするぞ。親父殿にも先ほど会うてまいりましたが、いや、ますますもって息盛んにて越後攻めはわしに任せよと大いに吹きまくられましてな。信虎にとってお琴はまだ子供のままなのじゃ。今と昔では
合戦のありようが違う。ただしろ落とせばよいというものではない。国と国との、いや天下をかけた戦じゃ。おことと謙信の争いは日の本すべての者の不が見守っておる。アルラム殿、負けてはならん。余はおことと共に平安城の門をくぐりたいのじゃ。それがしと平安城、今日の門をと申されますか。我が今の明けは足利の流れを組む名家武田家もまた清和源氏の直系。我らの他に誰があの鎌倉幕府の夢をうつつにできようや。わしが天下を取り、お方様の仕上げをする。これにて今川家と武田家による天下統一は盤石じゃ。娘のリリでござるよ。ようおいでなさりました。ハルナブ殿、おことの嫡男義信殿は何歳になられたかの。15歳に相なりました。良い年頃やの。血は水よりも濃いと申す。一家血縁のつながりほど頼りになるものはない。アルノブ殿、そうは思われぬか。父に背き妹を死に追いやったそれがしでござる。だからこそ申すのじゃ、おことの心中察せられるだけにの。今川殿、今日この日をもって今川家と武田家の契定の契り結ぼうではござらぬか。そのこと申しとて余はお方を招いたのじゃ。よこの吉本を信じ共に戦おうてくれるか。そのお言葉、春の部にとってこの上なき過保にござる。なしじゃ。めでたや。申し上げます。親方様にはただいまご騎乗なされ、そのまま奥御殿にお渡りとのことにござりまする。何、殿様が。はい、奥方様に大事の御用がおありとか。大事の御用とは何であろう。さあ奥方様、お支度をなされませ。私がお迎えに参りまする。これはお殿様。奥ら、三条は奥か。はい、うん、お待ちくださりませ。お殿様、大事な御用とは、もしも用ないことであればまずこの大蔵に。近頃奥方様にはご気色がお優れになりません。うるさい、どけ。 お殿様。おお三条、久しいの。気色が優れぬと聞いたが。ご心配いただくほどのことではございませぬ。それより殿には長年にわたるご出陣、さぞお疲れのことと案じておりましたが、お元気のご様子安心いたしました。
正直申して五体に疲れは溜まっておるが、まあ案ずるほどではない。駿河から相模へ回っておっての。駿河から相模へ。今川殿に会い北条殿を訪ねたのだ。相模の北条氏康殿でございますか。うん。氏康殿の嫡男氏政殿に玉を嫁がせることになった。玉を。でも玉はまだ10歳でございます。氏康殿の姫もまだ8歳だが、今川殿の嫡男氏真殿に目合わせる。そして吉信には今川家の姫を妻に迎える。吉信殿に妻を。うん。これで武田今川北条の三家が固い血縁の絆で結ばれるというわけだ。恐れながらお尋ねいたします、この縁組、お殿様には吉信様を、若君を武田家のお世継ぎとしてお認めくだされてのことでござりましょうな。もちろんじゃ。義信はこの春信の嫡男、他に後を継ぐ者があるか。まことで、まことでござりまするか。くどいわ。うれしい。ただいまのお言葉、どれほど待ち望んでおりましたことか。奥方様、ご辛抱の甲斐がございましたな。うれしい。誕生、大倉はどうしたのだ。そんなにこの町が信じられんのか。おなごというものはとかくいらぬ取り越し苦労をするものなのでございます。とりわけ子供のこととなると申し訳ございませんが。殿、いかがなされました。殿。はあ、伊沢は疲れた。一目見するぞ。殿。お殿様。お殿様。これは下に少しお熱が。はい、お医師を。はい、お医師を。はい。殿。お殿様。お殿様。しっかりなされませ。お殿様。鈴にござりまする。この度北のお方様をこの諏訪のお城にお迎えできましたことは、私どもといたしましては誠にこの上なき喜びにござりまする。そう言ってくれると心が休まる。そなたが殿のおそばに参ってから一度も時候の挨拶さえ交わしたことがなく気になっていたのです。恐れ入りまする。ご挨拶に参るべきは私の方でござりました。つい己が立場に思いをいたしご遠慮いたしておりました。申し訳ござりませぬ。鈴殿、わらわがはるばるそなたを訪ねてきたのは実は深き子細あってのこと。しかと他言無用の誓いを立てて聞いてほしいのです。何事にござりましょう。殿様のお体のことです。殿様の。去年の暮れのこと、つつじヶ崎に戻られた殿には突然高いお熱をお出しになり、しばらく床に疲れました。
はじめは長い間のご先人のお疲れかと思っておりましたが、なかなか熱が引かず、お医師三宿剣持殿のお見立てでは軽い老害を患っておられるとか。老害を？お声が。お医師が申されるには老害には体力の衰えが何よりの毒とか。若いそなたには酷な注文やもしれぬが、これからは殿様のご寵愛に甘えてお体に触るようなことは控えるように。たとえ殿様が望まれてもじゃ。そなた、わらわの申したこと分かっておるであろうの？よう分かっております。でもお殿様はこの城にいる時が何より心が安らぐと申しておられました。鈴殿。お方様、私はもう鎖につながれた囚われ人ではござりませぬ。語るに応じたの諏訪の女子、そなた未だ武田の家に恨みを抱き、わざとご無理を強いておるのであろう。お言葉を慎みなされませ。ここは我が子勝頼殿の城にござります。所詮正統の世継ぎたる義信殿の家来ではないか。我が子の行く末を思うのなら、わらわの申したことをよう肝に銘じ、いらざる邪心を抱かぬことじゃ。申し上げます。若君様、北のお方様にご挨拶のためおなりでござりまする。武田勝頼です。お目にかかれ。今日は至極に存じまする。おお、良い和子じゃのう。殿様が大層追いつくしみなさるのも無理からぬこと。伺いますれば、太郎義信様にも今川家とのご婚儀めでとう愛整われたとか。さぞかし北の方様にもご満足でござりましょう。いずれ義信殿が武田家の当主となった折には、和子にも大きに働いてもらわねばならぬ。勝頼殿、学問に武芸によう励みなされよ。はい。楽しみじゃのう鈴殿。この和子のためにも、殿様への武田家への一層の忠誠頼みおきましたぞ。今川家から嫁いだ義信の妻リリは、義信より一歳上の姉様女房であった。この国光のたちは武田家に嫁ぎます折、父駿河守が私に守り刀としてくだされたものです。どうか私の身代わりにお供をさせてくださいまし。良いのか、このような大事なものを。来たるべき上杉との合戦は互いに生死をかけたものとなりましょう。あなたにもしものことがあれば、私も生きてはおりませぬ。よう申した。わしは良き妻を持った。必ず手柄立ててみしょうぞ。物見の知らせにてもまだ越後に動きは見えません。謙信め、こたびはじっくり腰を構えているようですな。義信、そちが上杉の大将ならばどうされる？さればでございます。あれなる茶臼山に主力を、
残りの軍勢を稲島と篠ノ井の2体に分けて、この城より武田勢を誘い出し、八幡原にて挟み撃ちいたします。わしがこの城に本陣を置くとは限らんぞ。では何故ここに城を作られたのですか。男女に聞いてみよう。男女は囲碁の達人じゃ。男女、囲碁の勝敗は序盤の布石にてほぼ決します。敵陣に打ち込む一石、それは相手の力を読み、勝負の流れを見極めて決めねばなりません。親方、あれなる妻女山が目障りでございますな。まるで屋根から見下ろされてるようで。気にすることはあるまい。いかに謙信入道とて、こう間近まではの。親方、八幡原より騎馬の者参りまする。親方、あれは大元摂政殿にございます。もしや駿河二変では。武藤さん、出陣の途中へ挨拶の儀、ごめん公務をする。主君にもお会い吉本、昨日軍勢を引き連れ寸府を立ち、上洛の途につきましてござる。何、今川殿にはいよいよ京へ向かわれたか。ついては、主君よ、武田殿に厚情がござる。この度こそ必ず越後の虎を退治めされ、事実も早く平安城へ参られ、宮川和城海軍の錦を敷き詰めて恩返申すとのことでござる。宮川王子に海軍の錦を敷き詰めてと今川殿は申されたのか。武田様、主君はそこもとはご自身の後継者と目しておりまして、それがしとて天下取りの総仕上げにはぜひとも武田様のご力が必要と存じ、各軍列を離れ参上つかまつったる次第にござります。節制殿、今川殿にお伝えくだされ、この春の部越後攻めに手間取りしこと誠に申し訳なく、されどこの度こそ謙信入道の印を手土産に後に続き申すとな。頼もしきそのこと。東海道に差したる敵ありとは思えぬが、夢ご油断めされぬよう。武田様こそご分お祈り申す。ごめん。今川殿の上洛の知らせすぐ越後にも届くであろう。動きあるやもしれん。男女、そちはここに留まり、この城の防備一層加藤せよ。ほっ。信繁は吉信を連れて辻ヶ崎に戻り兵を集めよう。そろそろ田植えも終わっておろう。父上、駿河様へのご加勢なさらんのですか。駿河様は天下取りに向かわれたのです。越後なら相手にしておる時ではないと存じます。余計なことは申すな。しかし若君、今年は空梅雨だ。こういう時は天地同天の嵐となりかねん。今川殿の前途、安らかであればよいがの。今川義元が大軍を率いて天下制圧の挙兵をしたのは永禄2年のことである。当時東海道には義元に歯向かう強敵はなく、自信満々の進軍であった。今川勢は掛川二股の城を落とし、すでに三河の国に入りおるとか。今日明日中には尾張の国境を越えるでありましょう。どう見る。
おそらく今日までの道のりは順風満帆。しかしその後が楽ではありません。今川様はあのご気性ゆえ室町の栄華の夢を見ておられるでありましょうが、機内には三好松永朝倉筒井さらに叡山本願寺など敵は数知れず、まず今川の政権は一年とは持ちますまい。やはりの武田様としてはなるべく早うに謙信入道を信濃におびき出さねばなりませんな。勘助の命じ手は打った。上杉の重臣大隈朝秀北条高広、我らに同心じゃ。なるほど、謀反を火付けになされまするか。謙信はこのわしを策略を好む邪悪の者と罵っておるそうな。腹を立ててくれればくれるほど好都合じゃ。してそれがしへの御用とは。今日に忍び今川殿の身辺守ってほしい。武田様の番になるまでは今川殿に長生きを。恐ろしいお方でございますな武田様は。わしに天下取りの夢を持たせたのは今川殿自身だ。拙者にその合力せよと。うん、その返事いたす前に会うていただきたき者がおります。山本勘助の女房安土にござります。何じゃと。勘助、親方、これがわしと安土の子供でございます。さあ殿様にご挨拶せんか。山本トラオにござります。山本こそけれん誰です。三人とも表を開けよ。顔をよう見せい。歳になりまする。そっか、十人になるか。はい。安達、良き若者に育ててやれ。父に負けぬような良き若者にの。諏訪頼重とねねの子が生きておったとはの。それがし殿に背いたこと申し訳なく、いかなるお咎めも。勘助、嵐じゃ。急げ。あ、いや。田楽狭間に今川義元を追襲。
今川義元へ討たれたと申すか。はっ。尾張国田楽狭間にて織田信長の奇襲に遭い、あえなく。織田と申せば取るに足らぬ小国ではないか。信じられん。弥太郎、武田じゃ。武田の動きを見届けよ。父上、父上。義信様、駿河には織田信長の軍勢が迫りおるとか、それがし女性に参りとう存じまする。何卒お許しを。ならん。父上。ならん。織田信長は駿河様を討った憎き敵。黙っていたのでは武士の本分が立ちませぬ。勘助、勘助。若君、親方御病中はお世継ぎであるあなた様が武田の当主、勝手な振る舞いは許されません。武田の父と同じく駿河様もわしにとってはかけがえのない父じゃ。御敵織田信長のため今まさに駿河の城まで奪われようとするとき、黙って見ておれようか。若君の気持ち身に染みてわかります。もし親方のお咎めがあれば、それがし若君に代わり腹を切ってお詫びいたしまする。我らもお供つかまつりまする。よう申してくれた。私からも礼を言います。これで亡き父も浮かばれましょう。さあ門出の笹を。天宮殿。やはりの、勘助より知らせがあり気になって来てみたが、お世継ぎ殿、なんという愚かな真似をなさるのか。兵部、その方らもおそばつきとして謎を止めせぬのじゃ。天宮殿、見逃してくれ。わしはどうしても駿河行かねばならんのじゃ。なりませぬ。親方の許しなく国を出れば、たとえお世継ぎ殿であっても家宝に背いた咎にて処罰されまするぞ。問答無用。この者ども、牢へ来たぎょけ。お世継ぎ殿には親方よりご沙汰あるまで幽閉の身になっていただかねばなりませぬな。お兄ちゃん、武田家中には人の心を持つ者はおらぬのか。義信様は誰にも渡さん。手出しする者はわらわが許さぬぞ。えゆり、よいなさ。父上ならきっと分かってくださる。数日後、リリは追われるように今川家に返された。またお召し上がりになりませぬか。お体に障りますがの。お世継ぎ殿、いつまで職を絶たれるご所存か。父上にお目にかかりたい。それまでは一粒たりとも口には入れぬ。親方のお行方は我らにも分からんのです。あの今川殿が織田信長という名もなき者にあえなく討たれたこと、親方としてもまさに青天の霹靂とも申すべき出来事。武田の取るべき道も
大きく変えねばならぬのです。母君もご心痛のあまり床に疲れておられまする。何とぞ職を取られ五体に力を蓄え、親方のお怒りの静まるのをお待ちなされよ。折を見てそれがしがお取りなしいたしますゆえ。取りなしなど無用じゃ。わしは間違ったことはしておらん。人の心を失うて武田の家を継ごうとは思わん。何をなされる。あなた父上はわしが憎いのじゃ。父上はわしが嫌いなのじゃ。離せ離せ。吉信殿、これはお方様。吉信殿、ようやく父上の居所が分かりました。これより会いに参ります。負けてはなりませんぞ。この母がついています。負けてはなりませんぞ。思いもかけぬそのお姿、まさか世捨て人になるおつもりでは。その逆だ。一年でも長を命拾うため仏にすがっておる。また戦に向かわれるのですね。慶喜殿、どうなさるおつもりですか。慶喜は廃着にする。廃着。御部将部ら三名の者は家名断絶の上死罪申し付けた。我がことて容赦はできん。廃着といえば死に勝る恥辱。ご沙汰あれば慶喜殿は死を選びましょう。慶喜殿、戦にお連れ願いませぬか。あの子、私武田家へ嫁いで授かった初めての子を、せめて死に場所だけでもお知らしゅう。ならん。慶喜はもはや武田の侍ではない。なんというむごい仰せを。わしは上杉謙信を倒し、新たなる敵織田信長をも打ち倒さねばならぬ。家中に一子の乱れがあってもならんのだ。我が子を生贄にしてまで戦に勝とうとなさいますのか。この命も家臣の命も重きに変わりはない。では誰を跡継ぎに。家中に人材数知れず、後を継ぐのは我が子とは限らん。偽りを申されますな。何。あの諏訪の女子の子、勝頼を跡継ぎにするご所存でござりましょう。そうよの、そうなるやもしれん。今だ諏訪一族の怨念胸中深く秘め、
武田家の滅亡を願うております。黙れと申しておる。黙っておられましょうか。みすみす我が子が殺されるのを母の者が。ご主人の際の始末にならば、まずこの身を起こせばいなさいませ。天井へ入る父は我が夫となりし方はやはり甲斐の国に住む鬼であったと。うちらの子も示すほどに。奥方様、しっかりなされます。奥方様、ようわかりました。私も武士の妻、もう何も申しません。かくなる上はあのお約定だけはお守りくださいまし。天下人となって京へお連れくださるとの楽しみにお待ち申しております。皆の者、表を上げよ。これより上杉討伐の兵を挙げる。物見の知らせによれば、謙信入道は関東各地より寄りすぎの将兵2万をすでに春日山に集結させておる。この度の合戦こそ共に必死必殺の構えとなろう。皆覚悟いたせ。おお。ついては三旗立てなしの前にて、命名武田家に対する無二忠誠の審問制止をしたためてもらうことにする。お待ちくだされ。正室とは深海なる仰せ。親方には我らが忠義お互いにございますのか。正室などいたさずとも我らに双心はござらん。わしにではない、神に誓うのだ。よいか、これより我が采配神のものと思え。さすれば自ら天下制覇の道は開ける。晴信自身も信濃の国松原、生島、樽島の両者に上杉軍滅亡の願文を奉納した。この時初めて武田信玄と法号を署名している。時に信玄40歳の春である。姉上、これより出陣いたします。お別れに参りました。私にもしものことがあれば、景勝に家督を継がせてください。重臣たちにもさよう申してあります。
信玄入道は東海道に見向きもせず、全軍のほとんどを越後に向けております。どうかしていますね、双方とも。今川義元殿の亡き今、京への道は丸開き、天下様の座はすぐそこにあるもの。うかうかしていると、あの尾張の暴れん坊殿にトンビに油揚げさらわれてしまいますよ。仕方ありませぬ。鎌倉幕府以来、武士による天下制覇は最も強い者に与えられた栄誉。目の前に信玄入道ある以上、避けては通れませぬ。何とぞ神仏のご加護を。では上杉勢は海の宮の私を越え、海女山に向こうとおりますぞ。追って出ましょう。もし海女山に陣を構えられたら、この城は喉元に刃を突きつけられたも同然です。ならん。いかなることがあろうと動くな、殿。親方の命じゃ。しかし危うきはお互い様よ。剣心もまた市中に活を見出そうとしておる。剣心は眼下に海津城を見下ろす西女山に陣を張った。西女山に本陣を置くとは、まことにもって大胆不敵。いや、戦術としては愚かに過ぎると存じますが。愚かとは思わぬ。おそらく奴らは我らの動きを見て司祭に布陣を変える計略だ。まあ、いずれにしてもこれまでになき決戦の構えでございますな。勘助、どうじゃ。あ、さればでござる。こちらは茶臼山に陣を張るといたしましょう。西女山の敵本陣が海津城と挟み撃ちとなり、容易には動けますまい。信玄も謙信も陣を構えたまま、全く動こうとせず5日経った。いよいよ時が参りました。母上よりお預かりせし、ささ魚にござる。母上のためにも存分の働きをなされましょう。信玄は突如行動を起こし、主力を率いて海津城に入った。この結果、西女山の謙信は2万人上る武田勢と目と鼻の先に向かい合うことになった。Yeah.
動きませぬな、敵は。勘助、どうじゃ。そろそろ打ち放つか。御意。殿、海津城内より常になく水死の煙が立ち上っておるとのこと。信玄、いよいよ動くか。高坂男女を率いる1万2000の軍勢が目指したのは最上段南側面からの奇襲であった。信玄率いる8000の本隊は高坂隊の動きを隠すためわざと華々しく千曲川を渡り八幡原に陣を構えた。西条山を奇襲して上杉軍をおびき出し八幡原で包囲して殲滅する。これが山本勘助の編み出した名高い啄木の戦法であった。武田方の作戦を謙信は見破っていたかのようであった。旗と篝火だけで主力が最上段にあると見せかけ謙信は密かに山を下った。夏から秋にかけての川中島は霧が深く信玄は謙信の動きに全く気づかなかった。粛々夜川を渡る。初戦は完全な謙信の作戦勝ちであった。最上段の呪しまだ見えぬか。まだ何も見えませぬ。遅い、遅すぎる。壇上だろ、何をして。武田義信なり謙信いつか。
かかられた者ども、敵は八幡丸じゃ、かけ合おう、大かけ合おう。しまった、謙信入道に裏をかかりました。ここは危なござる、後方にお引きくだされ。親方、親方、お世継ぎ慶喜殿でござる。それがしの一存にて戦場にお連れ申しました。武田の名に恥じぬ立派なご最後でござりましたぞ。耐えよ天球、合戦はまだ始まったばかりだ。勘助、柵に溺れたのこの知れ者めが。忍の遺体片付け、信玄入道の本陣はあの松林の向こうでございます。我が一生の運命、ひとえにこの戦にあり。死を封刃に比して満天に名を高めん。者ども、進め。五体構えろ、構えろ、構えろ、構えろ。
親方が。ご安心なさるな、真田様が。来てあげたか、アルゼンチン子供たちを。頼む助け殿、助け殿。この上の深追いは無謀にござる。ならぬ、ここに引けば二度と死期を倒せる。殿、茶井寺に向けし武田勢、さらには真田の本隊がこちらに向こうとおります。早く退陣いたさねば挟み撃ちに。殿、無念なり信玄め、今だけを尽きるか。戦は午後になって武田側の優勢となった。4度目の川中島の合戦は史上まれな乱戦となり、死者は両軍合わせて8000名に上った。上杉勢は善光寺の二田隊ともども全て越後に退却いたしました。これで謙信入道も二度と信濃には参りますまい。お味方の勝利にございます。天宮信重、山本勘助、望月陣八、内藤首里、諸角正清、誠かけがえなき忠節の家臣たちを、わしはこの合戦で失った。勝利とはいえ、申し上げます。武田騎馬隊の攻撃を受け、お味方は総崩れして、敵の先鋒は御本陣近くまで迫っております。そう、不甲斐なき者どもめが。殿、危のうございます。早くご騎乗を。黙れ、まだ織田の援軍がおるわ。申し上げます。織田勢参戦、武田勢に蹴散らせ敗走いたしました。殿、佐久間は武川は皆逃げたのか。は、一兵残らず。やったるこそだ。武田信玄とてただの人ぞ。かくなる上はこの家康自ら三河武士の意地見せてくれるわ。殿、早まってはなりませぬぞ。放て、真剣入道に下向くいずやられては松代までの恥辱ぞ。お待ちください、お待ちくだされ。殿、信玄の狙いは織田殿でござる。ここは潔を退却いたしましょう。おそらく信玄も深追いはいたしますまい。そうかの、浜松には来ぬの。七分の勝ちで利用するのが信玄得意の兵法でござりまする。
そうなれば助かるがの。信玄は織田徳川連合軍を一周すると休む間もなく尾張に向かって軍勢を進めた。その電光石火の動きはまるで寸秒の時の経過を惜しむかのようで。信玄入道、この後に及んで何故上洛を急ぐのか。重き病とかの風聞もござりましたが、至って達者に采配を振るうておるとか。殿様、どうなされますか。敵の先鋒はもうすでに三河赤坂のあたりに差し掛かっております。お許しがあればそれがし使者に立ち万一愛ととめまする。まあ殿様に限らず鬼神の力をもってしても今の信玄入道には勝てませぬ。山根さん、へへ、信玄入道、確かに最強の武将じゃ。だが信玄が相手とする孫氏の兵法はもはや古い。わしが西欧から学んだ戦術を試すまたとない機会じゃ。都は渡せぬ、天下は取らせぬわ。申し上げます。勝頼様、ただいま伊那よりご到着なされました。お通しせよ。勝頼にござりまする。父上にはこの度の上洛のご出陣、誠におめでたき限りに存じまする。遠路大儀であった。この度の織田信長との合戦がそちにとっては初陣じゃ。必ずや父上の褒めに預かるよう手柄立ててみせまする。総攻めは明朝と決しております。しばしご休息なされませ。勝頼様、ただいま影武者殿にお目通りなされました。気がついてはおらぬか。はい、織田信長は大敵じゃ。生かしておいては必ず勝頼は撃たれる。何としても今のうちにこのわしの手で信長めは倒しておかねばならん。わしは負けんぞ。信長めがいかなる戦術を持ってこようとも、我が兵法の神髄、天下に見せてくれようぞ。親方。親方。団長、軍勢の配備申し渡す。先鋒は山形正景、二番備えは秋山ほうきの神、三番備えは何、信玄が軍勢を返したと申すか。は、
尾張の国境を越えたあたりで突然全軍が引き上げたとの知らせがございました。はてどういうことでございましょうな。国元に異変ありしか、それとも信玄自身に。まあいずれにしましてもこちらは命拾い。猿、信玄一流の謀略やもしれぬ。備えを怠るな。措置がつまらん合戦ばかりに明け暮れて、措置はまことに大うつけ者じゃ。都ではね、こういう落死が流行っておるのだ。よく聞け。都より甲斐の国へはほど遠し、お急ぎあれや日も竹だと。殿より知らせがあり、すぐにおそばに参りました。三条、どうやらわしの天運も尽きたようじゃ。まあ、まあなんという器用な仰せを。お忘れでございますか。必ずや天下人となられて都へお連れくださるとのお約束。殿のため、武田家のために死んでいった多くの者たちのためにも、どうかお守りくださいませ。殿さん、この上もうお苦しみになることはありません。あとは勝頼殿にお任せなされ、私のそばへおいでなされませ。つ、正直に申せ。そちもずっとこのわしを恨み憎んでおったのか。憎んでおりまする。これほどまでにこの私に悲しく辛い思いをさせるか。憎うってなりません。
彼が天下統一を成し遂げましょうぞ。三条、わしは死なん、死なんぞ。そなたとの約束忘れはせん。敵は確約の陣に構えておる。されば我は御臨にて迎えるで、先手敗れれば二番手三番手で切って捨てよう。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。よいか者ども、武田の前には敵なしと信じ打ちすべ。人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。戦国史上最強の武将とされる武田信玄の自作の歌である。